ハロー YouTube!、えー、今日はですね、えー、楽天モバイルが、えー、ついにですね、えー、プラチナバンドを割り当てられるということでですね、えー、まあ、あのー、700MHz 帯ですかね、えー、従来そのガードバンドって,って多分、あのー、渾身を防ぐために使われてた帯域だったんですけども、それを 3MHz ずつですかね、 非常に極小の待機です。あの、ま、あ通常20メガから25メガぐらい、えー、他の、えー、携帯、大手3社ですね、えー、割り当てられてるんですが、楽天はたったの3メガということで、えー、そこに収容できる人数は、ま、700、800万人ぐらいなんじゃないかと、えー、いうふうに言われていて、え、プラチナバンド一応割り当てられたは、はいいが、そんなに待機でかくないよっていう、まあ、 あの、プラチナバンドなんで、あの、いいかって言われるとですね、その電波が、あの、解説する、回り込む、そういう性質を持っていて、ビルの中とかビルの谷間とかですね、そういった都心部で繋がりやすい。ま、逆に言うと今、あの、1.7GHz 帯しか持ってない、プラチナバンド持ってないえ楽天は繋がりにくい。その代わりですね、今は KDDI にお金を払ってローミングをしてもらっていると。ただ通常ですね、え、ー 他の携帯キャリアは、まあ、待機なんか10個とか持ってるわけですよ。で、それ全部繋げて、キャリアアグリゲーションといって、じゃあ1 7 g ル z 対プラチナバンド、3 g ル z 対、まあ、みたいな感じでこう、まあ、そ、それを、ええー、くっつけて、アグリゲーションって言って、まあ、くっつけて、ええー、大きい待機にしてですね、 大容量を送れるようにするみたいな。まあ、特にその最近ブロードバンドをね、動画を見たりとかする人たちが非常に多いので、えー、そういったキャリアアグリゲーションというのをやってるわけですけれども、楽天はもう 1.7GHz 帯しか持ってなくて、えー、プラチナバンドは借り物なので、KDDI の。あの、KDDI とキャリアアグリゲーションできないので、むしろ MVNO の方が、どこも au ソフトバンクの電波を使ってるんで、しかもキャリアアグリゲーションもしなければいけないので、 えー、待機たくさん使えてつながりやすいスピードモデルというような状況。今楽天はそれができないっていう状況。まあもちろん自前のあのプラチナバンドまあ得られればそれはできるんですが、たったの3メガ、あの、あの、待機がね、狭い3メガしかないということで、これは結構辛いんじゃないかなっていうふうに思います。あの収容できる、同時に収容できる人数が相当限られるので、 えー、かなり僕は厳しいんじゃないかなと思いましたあの。特に都心部ですね、渋谷駅とかね、そういったところで、えー、ものすごい数のですね、 え、人数がいて、その人たちがみんな動画を見たりとかしてるんで、それで最近どこも、どこもですら、あの、つながりにくくなってるところに、この極小帯域の楽天が来て、つながりやすくできるのかっていう問題が一つありますよね。で、あの、ソフトバンクとかが優位に、あの、言ってるのは、あの、割と最近つながりやすいっていうふうに評価されてるんですね、どこもより。これなんでかっていうと、昔あの、バイモバイルってもともと PHS の会社なんで、<laughs> え、その PHS 時代ってマイクロセルって言って、あの普通の携帯電話よりもですね、待機、あ、待機というか、あの、通った範囲が、え、狭かったので、マイクロセルって言っていっぱいその基地局を都心部に作らざるを得なかった。まあ、その時の資産が生きていると。そこでもう結構だからいろんな電波帯域をですね、 あの、これ、ネットからね、ツイッターとかそういったところをウォッチして、ソフトバンクこの辺で繋がりにくいとか、そういったデータをですね、え、取ってきて、で、携帯電話のこう、基地局の設定を変えたりとかしてですね、え、繋がりやすくしていってるっていう、もうその細かい SNS ウォッチみたいなものも聞いてる。でもそれをやろうと、え、する前提として、その、電波帯域がないことにはどうにもならないわけですよ。 だから、あと、基地局がないとどうにもならないわけですよ。基地局ってだからその、都心部だったらビルのオーナーとかと交渉してですね、そこにアンテナを建てさせてもらわなければいけないので、まず、そこがめちゃくちゃ困難なんですよね。で、今、まあ楽天どうしてるのかわかんないですけど、プラチナバンドを既存のその1.7ギガのアンテナの上にちょっと再工すれば、あの、使えるみたいな話をしてるようなんですが、そんな、そんな甘くねえよと。 電波帯域違うんで、そうすると電波の特性も違うし、ビームをどの、どういうふうに、えー、ビームを向けるのかとか、指向性どうするのかとか、そういったことをですね、考えなければいけないんですよね。だから、その、基地局によって、その場所の得で増えてみたいなものもあると思うので、まあ僕はそんなに詳しくないですけれども、まあ、容易に素人でも想像できる。プラチナバンド用にまたアンテナ立てなきゃいけないから、設備投資費用がまた、加んでいくんじゃないですかと。 全国に当然プラチナバンド用の設備を作らなきゃいけないですから、そこでまたドカンと、えー、費用がかかっちゃうんじゃないのと。さらにそれを導入したとしてもですね、都心部はかなり繋がりにくくなるんじゃないのっていう疑問ですよね。KDDI のアンテナを今使っている、まあキャリアアグリゲーションを効かないまでもですね、一応繋がるようになってますと。それを今度は多分 KDDI やめて、この、 え、楽天が、あの、新たに割り当てられたプラチナバンドだけっていう話になってくるとですね、そもそも楽天のユーザーって、その、使い放題、ギガ使い放題みたいな感じのユーザーさん多いので、そういった人たちがですね、渋谷とかに行って、楽天全然繋がんねえじゃんみたいな話になって逆に評判を落としてしまうんじゃないかっていう、まあそういったちょっともうほんと心配ですよね。えー、というのがあると。で、さらにここで SBI 証券に、 えー、手数料0円競争をですね、仕掛けられ。これもだから、ちょ、中長期的に見ればですね、SBI と楽天にそのお客さんが修練していく、二強に修練していくということで、いいことだと思うんですが、今、楽天証券ホールディングスは上場審査中なんですよね、最、最終の。上場時期が、これも利益にかなり、あの、もう、ダイレクトに手数料0円でヒットしてきますので、 業績、これからのその業績の計画とかも、まあ一から変更しなければいけなくなるのは間違いない。で、不確定感も増してくるということで、これ上場審査、当証の上場審査の直前で、大幅に利益が下がってしまうような短期的だとはいえ、大幅に利益が下がってしまうような出来事をですね、あの上場審査、 いやあ、投資結構硬いんで、これ、上場承認を降りるのかどうかって結構僕は微妙なのかなっていうふうに思ってます。これ、そうしない、そうするとですね、その資金調達、予定していた資金調達ができないし、なのでもう、もうすでに株25%かな、持ってる水保が難ンピン買いをするみたいなことにもなりかねないのかな。そうするともう証券手放しちゃうみたいな話にもなりかねないのかな。 というふうに思いました。今、あの、楽天モバイル、いろいろね、あの、例えば NBA の独占配信権、えー、値上げしたんだけど、楽天モバイルに入ると値上げされないみたいな、抱き合わせ販売とかも、えー、どんどん最近行っていってるようなので、これもどうなの独占禁止法に触れないのとか、抱き合わせ販売なんじゃないのとか、消費者庁に文句やれないのとかですね、いろいろ心配になること。で、これって、タコ足食いじゃんみたいなね。 あの話でもあるわけで、の、ま、はあ、あの実質値引きみたいなことをやってるわけでですね、それが、それで獲得した回線が果たしてそれは有効なのか、役に立つのか、利益を将来的に創出するのか、まあそういったところもですね、不安になってくる、そういった状況でございます。ということで、まだまだ厳しい楽天の状況は続くということで、いってらっしゃい。ドコモ、au、ソフトバンクス、どれでもつながる、ポリエの Wi-Fi、対、タイ 韓国、アルバニア、どこでもつながるポリエの Wi-Fi ポリエの Wi-Fi でいってらっしゃいポリエ高文のブログでは言えない話毎週メールマガジン出しておりますえ皆さんの質問に対する答えルールさえ守っていただければ全部答えますのでえメールマガジン入ってみてください月額八百八十円いってらっしゃいインターステラテクノロジーズでは、えー、エンジニアや広報管理系の人材を募集しております